後半はヴァンフォーレコーナーです。第3クール初戦となった前節の広島戦で見事勝利を収め、最終クールのスタートを白星で飾ったヴァンフォーレ。今週はその広島戦の振り返りとヴァンフォーレ甲府の選手を紹介する選手紹介をお送りします。J1、J2 入れ替え制への出場が可能な3位との勝ち点差は10。30節を終えて9位のヴァンフォーレは昇格へ望みをつなげるためにも最終第3クールは勝ち点3が今まで以上に必要となります。その第3クール初戦は首位広島との対戦。試合はヴァンフォーレのイレブンが積極的にピッチの上を駆け回り、攻守ともにアグレッシブな動きを見せます。すると21分、この日最初のコーナーキックで林がゴール。大西のコーナーキックをニアサイドでうまく合わせます。林のゴールでヴァンフォーレ先制します。いや、練習通りに決まりました。先点取れば負けないんで、まあいい流れになったと思います。この日コセにはヴァンフォーレ甲府の前監督で現日本代表コーチの大北健さんも訪れていて、ハーフタイムにはいいゲームだねと笑顔でコメントしてくれました。1点リードしたヴァンフォーレは後半も積極的な動きを見せます。すると7分、右サイドを杉山がドリブル。一度クロスを入れ跳ね返されますが、こぼれ球を再び拾ってシュート。このシュートがゴールキーパーの指先をかわし、サイドネットに見事に突き刺さります。近くが抜けてよかったと思います。はい。やっぱみんな点取った後に来てくれて、それ嬉しい、嬉しいですね。杉山の2005年9月10日、徳島戦以来となる通算2点目のゴールで、ヴァンフォーレが広島を突き放します。その後、広島が必死の反撃を見せるものの、ヴァンフォーレはチーム一丸となってディフェンス。長いロスタイムもきっちりとしのいで首位広島に快勝。第3クールまず勝ち点3です。前からディフェンスしてどんどんいけたんで、まあ、広島もなかなか攻めてこれなかったんで、まあ、自分たちにやりたいことができたと思います。まあ、本当広島に勝っただけで状況は何も変わってないんで、また次も勝てるように頑張りたいと思います。さて続いてはこちらのコーナー行ってみましょう。ヴァンフォーレ甲府選手紹介です。今回紹介するのはこちらの選手。皆さん誰だか分かります？ヒントは広島戦で途中出場、コセのピッチに初登場した人といえばもう分かりますよね。この方です。背番号3番ディフェンダーの道枝貴文です。1984年5月11日生まれ、長崎県出身のヴァンフォーレ2年目です。今回は御厨貴文選手を紹介します。まずはリーグ戦初出場を果たした先日の広島戦について聞いてみました。いや、別に緊張もせずにすんなり入れました。行けよだけです。行くわみたいな感じです。コセのピッチに初めて立った御厨選手ですが、試合中はプレーに集中していてサポーターの声援もほとんど聞こえなかったそうです。さて御厨選手、 J 初出場の広島戦、点数をつけるとすれば何点？点満点中70点で、まあまあこれから。御厨選手は昨年の天皇杯鹿島アントラーズ戦で公式戦初出場を果たし、今シーズン当初からの活躍が期待されました。しかしシーズン序盤に左足のハムストリングの肉離れに見舞われてしまいます。その時の心境を聞いてみると、まさかここまで長くなるとは思わなかったですし、正直ちょっとしんどかったし、悔しいという気持ちが、何してんだろうみたいな感じでした。しかし4ヶ月かかったものの、しっかりと怪我を治し広島戦のピッチへ出場を果たしました。ところで御厨選手、オフの日はどのように過ごしていますか？まあ、とりあえず、ね、起きるまで寝て、で、まあ、大体オフの日は神崎選手が起こしてくるんですけど、起きろ昼飯行くぞ、
でご飯食べて時間あったらまあ温泉とかも行きます。温泉いいですね。ではここで恒例の番組からの質問お願いします。レギュラードリエのライバルはうわ厳しいな、まあ、ディフェンダー陣は全員ライバルなんですけど、やっぱこうタイプ的に被ってるのってまあ池畑選手やと思うんで、まあ、盗めるとこは盗みたいなって思うんですけど。それでは最後に今後の抱負をお願いします。チームも、ま、自分もまだこれからだと思うので、ま、試合に多く出て勝って、やっぱ J1 にまた復帰したいと思います。以上御厨貴文選手でした。以上ヴァンフォーレコーナーでした。さて番組では